はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はちょっと YouTube 内でもちょっと話題になってると思うんですけど、 TikTok の撮り方をご紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで今回は TikTok というアプリの撮り方を説明していきたいと思います。あくまでも自己流なので、そこはちょっとご了承ください。最近ちょっとYouTube の広告とかで出てきて、結構なんかうざい広告だよねみたいな話題になってると思うんですけど、私もちょっとやってるので、それをみんなにちょっとレクチャーしていこうかなと思います。はい、まずこの TikTok というアプリを開きます。曲とか選択するときは適当におすすめのとことかホームのとことか見て、で気になった人のその TikTok をいいねしといて、後からそこを開いて撮るっていう感じなんですけど、ちょっと今回はこれを撮ろうかなと。はい、こんな感じなんですけど、これも結構いろんな技をってもう駆使してるつもりなので、これをご紹介していきます。はい、まずこの右下の回転してるマークを押します。はい、そしたらもう撮影の画面になってるので、このまま撮っていきます。で、私いつも撮影するときにこの下の四角の欄があると思うんですけど、これを 2x かなにしています。とこの下のやつは曲の速さと仕上がりの速さが関係していて、 10x にすると撮る時の曲もすっごいゆっくり流れるし、仕上がりの速度もすっごく速く動きます。で、この逆に 0.1x とかにすると、撮ってる時の曲がめちゃくちゃ速く流れて、仕上がりがすごくスローモーションになります。 TikTok 撮ってる方はみんなそうと思うんですけど、だいたい 2x にしています。で、このまま撮っていきます。で、 TikTok は後でフィルターを変えれないので、フィルターをかけたい場合は先にこのフィルターを押して、なんかいろんなこういうフィルターがあるので、こういうのをつけていきます。お好みで、これにしようかな。じゃあ、はい、これにします。私はそんなつけてないんですけど、こういう美顔とかもあったりして、結構ね、顔がシュッてなって漏れる感じになってるんですけど、私はつけません。はい、でこのまま撮っていきます。まず最初によくあるのが、こういうなんか横から一つ入ってきて、また横から入ってくるみたいな感じのがよくあると思うんですけど、ちょっとこれのやり方を説明していきます。はい、まずこんな感じで自分の顔にセットして、まあこれを横にずらします。何もない白い壁のところに一回カメラを向けてから、またこっちからこれを持ってきて、またこっちに出してきます。これをするとできるんですけど、ポイントが自分の顔からこう外すスピードをどっちからも同じスピードにするとうまくできます。ではこのままちょっと続けていきます。はい、こんな感じになります。はい、で TikTok を撮る時のコツなんですけど、なるべく動かす時に止めるところは止めるってしっかりやった方が結構メリハリがつくので、うまく見えるかなと思います。結構全部バー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 こう激しく動かしすぎちゃうと、結構画面もバー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 になって、なんかちょっと忙しい感じになってしまうので、ちゃんと止めるところは止めるってやった方がうまくできるかなと思います。なんかそのバンバンバンってやる時とかも、こうこっちのスマホをこうやってバンってちょっと揺らしてあげるだけで、結構画面がブルってなるので、その打ってるような感覚になります。で、あとはこのスローのモーションのところなんですけど、これもとっても簡単で、撮っていってで、ここで止めます。スローモーションにしたいところで止めて、そのまま下の今 2x になってるところを 0.5x にします。で、このまま動かさないで、このままキープしておいてから、ここでやっと撮り始めます。で、撮り始める時のポイントが、ちょっと最初だけ手をブルッと出ます。こんな感じでやっていくと、ちょっとそのスローモーションになった時に
なんか震えてるっていうか、こうパン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 なっていきます。こんな感じでスローモーションとか、そのこう動いてくるのとかはいろいろ撮っています。だいたいこれを覚えとけばいろんな曲にアレンジしていけると思うので、ぜひやってみてください。で、 TikTok といえばなんかこういうフィルターとかこうバンバンってなるやつとかだと思うんですけど、これを今からつけていきます。今設定したのを出してもらって、特別効果っていうのを押していきます。そうすると下にシェイクとか幻覚、ブラックマジック70年代、幽体離脱、 X シグナルとかいろいろあるんですけど、これを今からつけていきます。まあ、これはもう自分の好きなようにつけてください。例えばなんかワン、ツーみたいな曲がボンボンってなるときとかに、結構そういうこのこういうシェイクとかを結構つけたりするんですけど、これをつけてあげるとこんな感じで、ちょっとなんかそのままだとインパクトがないんですけど、これをつけることによってそのインパクトが出るっていうか、一味違ったような感じになるので、ぜひやってみてください。バンバンバンとかもこれ止めてもらって、一回ストップして、幽体離脱とか一個ずつつけていくと結構綺麗にできます。こういうのとか結構つけれます。その叫び声の時とかはこういうのにしてみたりとか、はい、こんな感じで全部できたら保存押してもらって、投稿したいときはここに文字とか入力して、ツイッターにシェアしたいときはツイッターのマークを押してもらって投稿っていう感じになります。はい、とりあえずざっとの TikTok の使い方をご紹介してみました。結構最近この TikTok 話題になっているので、やり方とか結構ね聞かれてたりしたので、今回動画にしてみました。説明が難しくてうまくできてるかどうかわかんないんですけど、よかったら皆さんも TikTok ダウンロードしてぜひ挑戦してみてください。またなんか Twitter とかで、その結構いろんな今 YouTuber さんがなんかうざい広告やってみたみたいな感じで載せてたりするので、ぜひ皆さんも挑戦してその Twitter とかに上げてみるのもありなんじゃないかなと思います。そしてよかったらぜひ私の TikTok のフォローもよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。